ご紹介する内容はこちらですね。モンキー125のヘッドライトをマルチリフレクター化する、こちらのキット取り付けとともにご紹介していきます。果たしてノーマルのヘッドライトとどのように変わるのか乞うご期待。それでは行きましょう。ノーマルのヘッドライト確認していきます。デザインがねかっこいいんですよね。サイドにラインビームがこう入って、で真ん中で、2系統の LED 化されてます。ヘッドライトの明るさ確認します。キットに入っているものはですね、まず本体、ヘッドライトユニットですね。このまま外角が入っている感じですね。で後ろ側からこういった形。はい、それと配線関係ですね。それとステッカー2枚の両面テープ、そしてシリコングリス。はい、そして説明書も入ってました。これが中身です。ヘッドライトを外す場合はですね、このレンズユニットを外していきます。左右に十字のボルトで止まってます。中にあるこのカプラですね、これを爪を下ろして外します。でユニットを外します。こちらに見える六角のヘッドのボルトを外します。このボルトですね。左右の止めているボルトですね。これを外していきます。このような形で左右のボルトを取ります。こう引いたりとかするときに傷がつかないように、養生テープしておくといいと思います。ハーネスの連結を外していきます。はい、ここに見える、クリップの部分が後ろ側の方にこう出っ張りとして出てると思うんですけど、それを、ラジペンのようなものでこう止めているところを緩めて、取り外すと全体的にハーネスがこのような形でむき出しになります。左右のウィンカーの線をこのような形で抜いていきます。はい、このような形で配線が全部取り出しできました。ハーネスをむき出しにしたら、この左側のですねディマースイッチの配線のカプラーを S 線外しておきます。ハンドル側の方のこの配線をこのような形でフリーにしておきます。テーピングした白線、黄色線、白黒線ですねをカットして、割り込ませします。で黒線にもテーピングしてあるんですけども、黒線は、カットはしません。でまずこの白、黄色と、白黒線、カットしていきます。はい、ノーマルに戻すために、作っていくような配線になるんですけども、まず、ですね、間違えないように白、こんな感じ、白、黄色、白黒、はい、こちら、3本カットしました。この3本の線にギボシの加工をしていくんですけども、当店ではですねこの銅線をの皮膜を向いてから少しこうねじって U 字にこう曲げてギボシ加工を行っています。ただこれだけだと力をかけると抜けてしまう場合があるので、ハンダで甘にして外れにくく作業をさせていただいています。取り付けしてみました。でこちらの方、白線とこの黄色白線か、
こちらの方は、このメス側のギボシ、そして白黒線の方は、オス側のギボシをつける指定になっています。このギボシなんですけど、まあ、カシメの部分、そしてあのもう一段カシメがあるんですけども、先ほど私あのここにハンダで、ちょっとダマを作って、引っかかるような、施工をしたんですけども、それでもやっぱりですね、抜けやすかったりもする、こういった、ギボシの形状があります。その場合はですね、先ほどダマにしたハンダの上からもう一段ハンダを乗せてあげるとかなり強固に取り付けができます。白線と黄色線、メスギボシ、白黒線にオスギボシの施工が完了しました。残りの1本ですね、このテーピングした黒線のところに割り込ませできるように皮膜を剥きます。キットに入っている、この線ですね、これを、先ほど皮膜を剥いた黒線に割り込ませます。はい、このような形でテーピングできました。カットしたこの根元側というんですかね、カプラー側の方の配線なんですが、これはノーマルに戻すときに同じようにギボシで止めて戻すというような形で説明書に書いてあります。ですので今回使わないので、ここはテーピングしてしまおうと思います。今ちょうどね、こういう風な形で左右の隣の線が、血栓がこう接触しないように、ずらして切ってカットしてありますので、こういった、ギボシのカバーでガードして、テーピングしちゃいます。テーピングをしていきます。はい、ね、黄色線、白線、黒線の血栓で、作業で使うのはこちらにある銅根の配線になります。黄色線と白線ですね、組んでいきます。はい、こんな感じですね。この黒線とこの白黒線ですね、これをつなぐと、このような指示になっています。これがですね、ヘッドライトに行っている8ピンのカプラーになりますが、このブルーですね、この線に先ほどの配線の同色のブルーの線を割り込ませていきます。銅根の配線の青線と8ピンの方の青線を血栓していきます。はい、これで血栓できました。でこの緑の、アース線をフォンのこのボルトですねに共締めしていきます。これで固定ができました。先ほどギボシ加工したこの3本の線とテーピングしていきます。はい、こんな感じですね。合わせて元々の皮膜ですね、一緒にテーピングしちゃいます。はい、これで出来上がりですね。今度は組み上げていきます、まずこのカプラーですね、ここのストッパーにロックしますね。これがクラッチケーブルになるんですが、クラッチケーブルの、こう内側に来るようにこの黄色と白線ですね、クラッチ側に行ってしまうと、力がそっちの方にこう引っ張られてしまうので配線がこう曲がってしまいます。サブハーネス線ですね、についているこのリレーを、このような形で、先ほど、カプラーを接続したリマース線にですね、固定していきます。まとめるといいかと思いますですね。配線がぐちゃぐちゃにならないように、こういった形でまとめてあげると良いかと思います。次にこちらの、LED バルブの、コントロールラインですね、をタンクの下に、取り付けていきます。なので、タンクと、シートを取り外しですね。はい、では外していきます。はい、それではタンクとシートが外れましたので、コントロールユニットを取り付けていきます。まず説明書の指定の方法だと、イメージ的にはこの辺りに取り付いて、
配線をヘッドライト側に伸ばすというような形になるんですけども、どう考えてもですね、ヘッドライト側まで向いかないんですね。この位置にコントロールユニットをつけると配線を通してヘッドライト向側の方にこの2本の配線を引っ張ってくることができました。この状態で少しハンドル切ってみますね。ここだと位置関係も余裕があってハンドルを切っても問題がない位置で設定できるのかなと思います。ここはですね、当店独自ということになりますので参考にしてみてください。実際に、ここにコントロールユニットをつけてタンクがつくかだけ、確認しています。よいしょ。はい、今ちょうどですねこの取り付けのボルト位置に来ました。でタンクの方も問題なくつきますね。クリアランスも確保されています。車体本体にコントロールユニットつけてきます。で位置的にはここですね、フレームにちょっとこう出っ張りがあったりもするのでそれをうまく逃がして必要によってこういった形で結束バンドで止めて、配線を通すときにメインハーネスここですねの内側を通るようにしてあげると、最短ルートで配線を引き込むことが可能となります。緑白黄色の3本線の配線とカプラーですね、これをコントロールユニット側に引き込んでいきます。コントロールユニット側の緑黄色青線とつなげると、こちらのカプラーはですね防水カプラーになってないので、テーピングを施していった方がいいかと思います。このようにテーピングできました。ヘッドライトユニットを、いよいよ取り付けしていきます。ボルトが外れるとよし、ケースとヘッドライト本体に分かれます。外していたカプラー関係ですね取り付けしていきます。まず ABS から来ているこちらの配線をつなげて、これはメインキーから伸びている配線をつなげて、であとはウィンカー線をつなげますね。左右で右側が、水色と、緑、左側がオレンジと緑線でつなげていきます。いよいよ、こちらヘッドライトユニットをつけていきます。で取り付けには、こちらのボルトとワッシャーでヘッドライトステーの内側にこの両側にワッシャーがついているゴム節をつけて内側からナットで留めるというような形です。はい、反対側もつけます。仮組みになりました。でこの中にナットが止まっているんですけども、このナットがやっぱり緩みやすい構造なので当店ではここに少量ですけどネジロックをかけて、踏みつけをして緩み防止の対策をしてあります。本日もしていきます。ヘッドライトの、ケース内に、配線を入れていくんですけども、ここにですね2つの穴が開いてます。ケーブルを支えるクランプをスクリューを使って、止める穴と、見受けられます。キットの中にはですねこういった、クランプフックみたいなものは同梱されてませんので、これは別途用意する必要があります。クランプフックをつけるとこういった形ですね。このような形でフックがあるとしっかりとした固定ができます。でここを開けるのはなぜかというと LED ランプの後ろ側の方にですねファンが内蔵されています。ここに、当てないようにということで接触しないように配線を逃がす必要があります。フックを使うとですね
固定がしっかりできますね。純正のヘッドライトですね。の LED の方についている接続されるこのカプラーなんですけども、ここは防水加工が必要かと思いますので、こういったテーピングが必要になります。クランプを取り付けて、このような形でヘッドライト内固定ができました。で、この配線はポジション級ですね。の方に行く、プラスとマイナス線です。で、これはですね、カプラーがあるんですが、ここに青いメスのカプラーがあると思うんですけど、ここに入っているのが、アクセサリー線になってますので、ここから分岐して配線作ってます。取り付けます。3本線と2本線があるので、コントリングとか来ている2本線と3本線ですね。こちらの線をつなげていきます。まず3本線から。そして、これがファンのモーター線ですね。2本線をつなげます。ファンのとこですね。ファンモーターのところに配線が当たらないように、少し逃がして、爪がですね、ここですね。ここに出っ張りがあるところに来るように気を頑張って、で最後にこのボルトを2つでネジ止めしていきます。見ていただいていかがでしょうか。ノーマルのですね、この近代的な LED ヘッドライト、これもですね、非常にモンキーの特徴を位置づけるデザインではあるんですが、こちらのマルチリフレクター化したヘッドライトもまた違った存在感を演出するようにしてかかっているかと思います。それではエンジンかけます。おー、眩しいくらい明るいですね。はい、これがローの状態です。はい、ハイビームにします。モンキーのイメージになりました。ハンドルの切れ角に対して配線が引っ張られてないか確認します。まず右にいっぱいに切ります。で、ここに見えるコルゲートチューブ内に、配線を入れて、保護してあります。で、左側に切りますね。左側に切った時にも抵抗なく右側と、はい、問題なく動かせます。はい、それではマルチリフレクターキットを取り付けたモンキー、点灯します。はい、ロー、私が前に出てみるとこんな感じですね。はい、明るいのが見ていただいてお分かりいただけるでしょうか。はい、車体を少しまっすぐにした状態で見てみます。いかがでしょうか。ヘッドライトの照射の範囲が圧倒的に広がったのがお分かりいただけるかと思います。ノーマルのヘッドライトだと、ちょうどこの中央部分だけが照らされているような状況ですね。はい、
今ですね、見ていただいて分かりかと思いますが、私の手を、大きく広げた範囲よりも広い、照射範囲となります。これがハイのローの状態ですね。これが今がハイです。ノーマルのヘッドライトだと、はい、こういった切り替える時の、範囲が、少し曖昧になってしまう、ところあるかと思うんですが、今回のマルチリフレタキットは、ロービームとハイビームがしっかりと、切り分けできるように、なっています。今回のマルチリフレタキットに入っている 6000K のバルブですね、 LED バルブ、非常に明るくなったのがお分かりいただけるかと思います。プロテック製モンキー125用 LED マルチリフレクターヘッドライトキットの取り付け、詳細にご紹介させていただきました。ヘッドライトが変わるとですね、まず視認性ですね、バイク自体が 125cc で、小柄な車両になりますので、四輪車からのバイクの視認性が圧倒的に上がります。そして夕暮れ時や夜間の走行にも非常に有効な明るさがマルチリフターキットをつけることによって手に入れることができたと思います。この方もですね、ノーマルのヘッドライトにフォグランプをつけたり、いろいろな工夫をしていましたが、フォグの役割がいらなくなるだろうと、言っていただきました。気になった方はですね、当店でも取り扱いありますので、ぜひ、ご用命お待ちしております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。バイバイ。